まあとりあえず決勝戦、はい、まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど、いえ、もう準決勝はやっぱりかなり厳しいっていうか、かなりきついメンバーだったんで、うん、やっぱり一歩間違えれば飛んでしまうし、うん、まあ、本当に気を引き締めていきましたね。あの若手の先行選手が何人もいて、うん、はい、ね、今日の犬強かったね。強かったです、やばかったです、ね、はい、あれやっぱりあの思い切りの良さっていうのはね、武器だよね。武器ですね。もうあの本当周りあんまり気にせずにしっかりフォーム決めて思い切っていこうっていうことだけアドバイスしました、うん、どう、あの後ろについててタイプとしてはどうなの、やっぱスプリンターなの、それともまあどっちかといえば長い距離を踏める、まあ太田君とはちょっとタイプ違うなっていう感じですよね、うん、あの後伸びっていうか、うん、後もどんどん伸びていくような感じで、あバチーンっていう感じではないです。あ一気に行くだけじゃないっていうね、はい、行った上で、まあ、よく 粘れるというか、そうですね、踏み上げられるっていう感じね、はい、うん、じゃあ将来楽しみな選手だよね。楽しみですよ、将来っていうかもう楽しみですよ、まあ、すでにね、はい、明日も楽しみやなみたいな、はい、うん、あの前のレース見てて町田が、ね、うん、頑張ってたけど、はい、町田には何かアドバイスとかしたの。まああのあれだったら関東の上を叩くぐらいの感じが欲しいですけどね、やっぱりあのまま突っ張っちゃうとタイガーもちょっときついと思うんで、うん、関東の上を叩けば新田さんもちょっと苦しくなるし、うん、まああの僕の中では叩けると思ってたんですけど、うん、まあ、タイガーはちょっとやっぱりいやあの関東の上叩くのは厳しいですっていう感じだったんで、あ、まあ、今度やってみたらいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、ここのとこねちょっとそういうレースをやって失敗してるから、はい、あの久留米の時も初日2日それで失敗して大きな着取ってるん で、はい、でまあ、清水はねその時も後ろにいてダメだったりしてるから、うん、今日はその分もいったのかなと思ったけど、うん、まあまあ、あの僕がそこをあんまり云々よりもやっぱり、まあ、レースでやってみたらいいんじゃないかなっていうのは、まあ、うん、あるんで、うん、まあ、彼がそう感じたらそれが正解だと思うし、僕がそこに対して、まあ、今日のレースは失敗だったっていうのは違うと思うし、まあそこはね、はい、まあ、次、ね、やってみたらっていうぐらいで、うん、はい、え、あの犬伏と町田と比べるとやっぱり客室全然違う。うーん、ちょっと近いところはある感じはしますけどね、うん、はい、最後今日ゴール前は、まあ、余裕は持って抜いたみたいだけど、ちょっと岩本さんに行かれたかなと思って一瞬やばっと思ったんですけど、ね、はい、あのしっかり踏んどかないと、放送聞いて、うん、一着って聞いてよかったです、うん、あれね残そうと思ってね後ろから抜かれてしまうとちょっとな、はい、いやもうでもかなり、まあ、スピード落ちてきてたんですけど、うん、まだもう11秒前半ぐらいのかかりかなと思ったんで、うん、もうワンツーだと思って、うん、あんまり抜きすぎたら後ろ連れてきちゃうんで、うん、そこはね、はい、あの松浦はそういう抜き方が非常にあのうまいというか多いというかこの間のちょっと記念の最終日も危なそうなとこあったけど、あれはちょっと余力持ってギリギリで行ってます、ね、あれはあの計算して抜いたって感じだったけど、ね、計算して抜いてちょっと早く詰めすぎて、ま、ちょっと緩めてって感じだったんで、うん、でもそれやるとね本当は後ろがついてきた時に、はい、一気に後ろの方が伸びてきたりするからね、いやまあ、一回詰めたスピードがね、はい、その辺考えて、うん、やってます。まあ確かにその辺はね、うん、まあ、抜き損じのないようにはしないとね、そうです、そこがやっぱり一番なんで、うん、もうあのそれだけしないようにして、あとはもう本当ギリギリでかわせたらまあ最高です、うん、まあ、明日 もう犬伏楽しみだね。楽しみです、はい、ね、まあ、とりあえずは最終的にバックぐらいまでは任せようといいしね、なんかするだろうし、いやそうっす、まあ、しっかり言ってくれると思うんで、まあ、主導権取ってくれればそれで問題ないしね、はい、うん、まあ、しっかり優勝して、はいはい、あ、まあ、あとしっかり突き切ります。 SS がボロボロこぼれてるから、いや、まあ、ね、今日のっていうか、まあ、本当準決勝やっぱりかなり熾烈だったんで、どこもね、はい、サンゴレースともね厳しい戦いだったから、はい、まあ、そんな中でしっかり SS で、はい、まあ、みんなのレベルも上がってるんで、うん、まあ、選手のね、はい、うん、SS だからっつってのんびりしてるわけにはいかないもんな。もちろんです。まあ、それでは明日優勝に向けて一言。はい、はい、あのたくさん連日たくさん応援ありがとうございます。明日もたくさん応援待ってます。そしてあの期待に応えれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。やっぱり夕方涼しくなると走りやすい。ちょっと今日は暑かったですけど。暑かった。昨日は涼しくて走りやすかったです、うん。はい。ね、今日ちょっと風強かったもんね。はい。うん。まあ明日いい天気になることを。はい、雨降るかもしれないけど。そうですね、ちょっと祈ってます。降ったらどうなんだろう。降ったらどうすかね、犬伏次第ですけどね。、はい、分かった、じゃあ頑張って。はい、ありがとうございました。